始まりました。ミルクプレゼンツ秋の生スポーツ大会、本日司会を務めさせていただくコロコロチキチキペッパーズです。お願いします。選手入場でございます。はい、では呼び込みましょう。いきます。選手入場、まずはミルク。あれ一人足りへんよ。足りへんぞ。うんうん、何やそれおい。ギャギャ。さあ続いてはですね、ミルクの可愛い後輩でございます。はい、エビランネクストから M ダンサーズ。M ダンサーズ。あおお。あ。働いてる働いてる。おおすごい。どうだい。どう。そうしよう。おお。すごいやん。M ダンサーズの時だけ BGM が、ミルクめちゃめちゃ無音できたからM ダンサーズの皆さん、はい、どうですか、その気合の方は。敵チームになってボコボコにしちゃいちゃう。おーすごいな。どうなんですか、ミルクの皆さんは運動の方は。1個だけ言わせてもらっていいですか。はい、僕ら多分日本中の全グループ集めて、一番運動神経いいです。いやバカ。いやバカって。ジント君がなんか浮かない顔してるけど、何ですか。ジントくん含めずにです。 M ダンサーズはどうですか皆さん。いや、うち柏木春がめちゃくちゃ運動神経。お、柏木くんがずっと一人で言ってるんで、うん、いやいや、ずっと一人で俺運動神経いいよって言ってんの。めちゃめちゃ痛いやつだ。本当にバサと同じでボコボコにしたいと思って。なんでこんな。M ダンサーズはですね、先日行われたミルクの夏ツアーでバックダンサーとして一緒に回ってた可愛い後輩ということでございますが、今日でチームとしての活動は最後になると。そうなんやね。うん、なるほど。じゃあもう優秀の美をね、飾れるようにってことですね。はい、頼む。最後の最後に頼むで。ほんま最後やねんから、なんでそんなボコボコにするんだ。そんなそんな発言ばっか出んのよ。あ、出た。うわ、どういうことだ。すごい。リーダーか。レッドチーム、ね、なほんで、レッドチームリーダー佐野家でございます。いた。あーでもね、運動めっちゃうまい。あーせーの、じゃあブラックチームのリーダー陣徳のさまです。いやいや、すごいね。すごいね。いきます、せーの、最初はグーじゃんけんぽい。あっ、ちょっと待って、ちょっと待って、今はジント君勝って、あーって言ってた。大丈夫ですか。あれ、M ダンのみんな、M ダンやわねんな、お前。あれ、おい、あんな元気やったの。違う方向いてるな。こいつらこんなバラエティできるか。さあ、さあ選んでもらいましょう。ある。おー、佐野キュン、レッドチーム、誰を選びますか。お前ら目輝かせんなよ。キラキラする。ショア。おお。すごい、レイ君しな。レイ君おいで。やだー。おお。ジャングル。ジャン。ジュタロ。おお。シュンタ。おお。おい。これは初めから決めてました僕は。はい。カラー選ぶって。おお。ゲット。おお。センター上に登ってるわ。ちょっと勘弁してください。勘弁してくださいよ。え、ちょ、アピールしよう。アピールポイントあるから、何やるか競技は分からんけど、うんうん、俺なんか、例えばね、ドッジボールとかあったら、うん、こうね、シュッて受けるし、はい、もう走れって言われたら走るし、何だってしまうよ。翼は僕はですね、昔からいっぱいスポーツやってました。おまずみんなやってたらラグビーやってました。ラグビーやってたし、まあ、足は速い方です。いいね。 50m6.2m。 めっちゃ動けます。どうですか。どうですか。もうずっとやっぱ一緒に、はい、一生懸命頑張ってきた。おいろんな景色見てきた仲間ですから、選びます。おい、翼。おい、おい、ちょっと待って、ちょっと待って、お前嫌がっとっちゃうな。お前嫌がってんじゃねえよ。お前レッドチームの勝利ポーズ、行くか。じゃあまあ綱引きで勝ったところ。綱引きで勝って、よーい、ちょっと、はい、勝ちいいとか言ってください。じゃあ勝ちいい、せーの、1、2、3、にゃー。おー、ほぼほぼアントニオ猪木ということで。さあ
続いてブラックチームの勝利ポーズ。じゃあブラックチーム勝利っていきますね。はい、はい、ということでブラックチームの勝利ー。イエーイ。うるうるワイルドやな。すごいね。絶対シュートやからめちゃめちゃかっこいい。はい、アメフトは。え、ということで楽屋でちょっと調子乗ってこんなやったのを採用されました、ね、まさかの。はい、ということで、はい、優勝商品がね、はい、明治様ご提供のお菓子食べ放題パスポートになります。すごいよ。やばい。優勝者チームのご褒美があるということで、うん、なんと本日チーム関わらず個人の MVP 賞もございますということでございます。こちらも選ばれた方には特別なプレゼントがありますので、そちら後ほどということでお楽しみにということでございます。はい、そしてですね、ゲームの前に一つ朗報でございます。なんと僕たちコロコロチキチキペッパーズのどちらか1名を各チーム1回だけ助っ人として呼ぶことができるということです。僕はもう野球ずっとやってて、肩強いや、この一番ダメなんです。俺はサッカー中学校の時3年間やってて、あの剣道ももうこう中、もうちょっと結構やってました、ね、高3くらいもやってましたね。はいはいはい。で、あの助っ人をお願いしたい場合はですね、チームで話し合って、この奈良さんが持ってる、はい、うちはがありますので、それをあげてください。助けてほしいですって時に、うん、はい、ということで、チームも決まって勝利ポーズも決まりましたので、はい、早速競技に参りましょう。よっしゃー。それでは準備に取り掛かってください。僕たちも移動しまーす。あれ、ちょっとどうした、何があった。あ、はい、イエローカードあります。不正があったら、どうした、どうした、どうした。やばいやつ、います。折れてます、折れてます。なんか俺のこと蹴ってきたのに、今カメラ回った瞬間に自分で転びました。これナダルさん、審判今回ナダルさんなんで、ちょっとこれどうですか今の。俊太君、退場。第一ゲーム綱引きでございます。よーい、ドン。さあ、どっちだ。おお、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 すごい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 、す勝利でございます。頑張ったね、みんな頑張りました。神野くん、はい、どうでした。いや、僕ね、もう本当地面とすれすれ、もうこんなそんな感じだったよ。ずっとそう、耐えまくって、はい、で、みんなが一生懸命弾いてくれたから。なるほど、いや、よかったですね。序盤のスタートダッシュ、うまいこと決まってました。決まりましたね、決まりましたね。まあでも半分寝てたんですけど寝てましたね。ちょっと、俊太くんがビッグマンスすぎます。はい、レイくんどうでした。僕ももう寝てたんですけど、全然大丈夫でしたね。ブラックチーム、ちょっと性格が結構ブラックで。ハルくんはどうでした。いやー、なんか、終わったって感じっすかね。いや、当たり前やろ。やっぱボコボコにする気持ちっていうのがあったんで、しょっぱなから思いっきり引いてやりましたね。頼むから可愛くいてくるで。レッドチーム、佐野君負けちゃったけど。え、佐野君急に顔が。ちょっとすみませんね。あの、ちょっと、どうしたのよ。なんかもう、すいません、はい、記憶なくなってます。何その設定。今、辛い日やったんですけども、今からだよね。あ、すいません、リシロ、はい、レッドチーム、全員記憶なくなってます。いやいやいや、なんかちょっと不思議な感じはしてたんですよ、この青い綱引き、はい、負けたら記憶なくなります。いやいやいや、怖すぎるやろ。皆さん、ブラックチームにアイポイントが入ります。すごい。次の競技は尻尾取りゲーム。さあ、準備 OK でしょうか。大丈夫です。じゃあ行きましょう。ばらけていただいて、では始めます。尻尾取りゲームスタート。さあ、おお、始まりました。いやいや、怖いな、これ。すごいよ。
めちゃめちゃやちょっと思ったより見た早くてめちゃめちゃ荒れてる荒れてる。ちょっと待ってよ、ちょっとごちゃごちゃごちゃすごい、ちょっと待って、すごいすごいよ、ちょっと待って、うわ取った、大地くん取られた、いやあー取った、いやさあどうなるどうなるどうなる、あ大地くん取られたからアウト。ちょっと早すぎてやばい、すごい、なんと、大地くんだけがちょっとすごいぞこれ、うん、うわすごい、おすごいよ、佐野くんが取った、ジント君が走ってます、いやちょっとみんな俊敏やろマジで、ジント君走ってます、翼くん取られましたよ、ちょっとマジでこの、いやすごいすごい、うわすごい、ジント君怪我せんようにね、すごい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 、いやこれなかなかの体力です、うわあすごいすごいすごい、ちょっとこれすごいな、あるよレイクあるよ、まだガチです、うわすげえマジで、おーおーかっこいい、ハルくんかっこいい、ちょっと待ってマジですごいな、おいすごいな、うわすごい、あーすごいすごい、ハルくんすげえすごいすごい、わーすごい、軽やか、十玉ターン、十太郎ターンが出ましたね、うわーあーすごい、頑張れ頑張れ、めちゃめちゃしんどそう、2、2、2、2、どうなるどうなる、兄ちゃん、さあもう二人囲んで、うわー、やったーやったー、いやちょっとお見事、すげえ、はい終了、せーの、すごいな、上がれないかい、レッドチームの勝利です、レッドチームの勝利、せーの、1、2、3、にゃー、わー、たのきゅんどうでした、マジでね、なんか寝てました、いやいや息切れすぎやね、全然寝てなかった、めちゃめちゃ頑張ってたよ、大地くん、はいはい、ちょっといやもうほんま疲れましたね、いや一番早く脱落してない、一番最初俺、ハルくんがさ回転して抜けてるとこ取れなかったから、ね、なんちゅう運動会ねこれっていう、ケントくん、ね、ケントくんいっぱい取ってるやん、いやこれあの全部取ったやつも、あそうなんですか、ね、返してくれたらね、子やな、リーダーありえへんってもこんなチーム嫌やめちゃめちゃ覚えてますけど、切れんなよ切れんなよ、しょうがねえ勝った怒り出してないみたいなちょっと待ってください、ね、このレイ君がブチ切れてるの見てられへんのちょっといやどっちも強かった、今の勝負は尻尾取りレッドチームの勝利です、次のゲームは椅子取りゲーム、はい行きましょうか、じゃあ皆さん椅子取りゲームスタート、ちゃんと歩いてよ、杖をしないようにしっかりみんなまっすぐ前見て、あどうなる、さあうわあうわすげえナイスアンダージント君が応援しててください、ごめん応援してください、マジで悔しい、翼そんな目で見ないで、ジント君ということで脱落、怖っどこで食うのか、あー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 すごい、これがケントじゃない、これちょっと黒黒おちょっとちょっと押してる押してる、黒黒黒これはドロー、これはもうじゃんけん、立山さんカメラに消すみたいな、いけるんじゃない、いきますよ掛け声で、最初はグー、じゃんけんホイ、ナイスナイス、せーの、1、2、3、にゃー、あー素晴らしい、つなげた僕らの今をもう一度、おーナイス、まあまあまあ、おーオッケーオッケー、め
でそんな顔できんの重太郎の上でどんな顔トイレしてる今何このツーショットこれどっちやこれどっちやどっちやじゃないです重太郎くんの上に乗れて幸せな顔重太郎くんの上に乗れて幸せな顔幸せなんだ今幸せな牛してもらえない一回牛してもらえないうわぁ何やろなんで開けてんだよ、お前なんだよ、なんだよ昨日のインスタライブで、うん、絶対にあの負けたくない人誰ですかって質問に僕って答えをペコしてる恥ずかしいめっちゃ痛いとこ使えてるやん今回長いよ長いよおーうわ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 ーシンパン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 どうしました？ちょっと意見みんな座ってるのか座ってまずはみんな椅子がどうなってるのか意見を聞きましょうみんなちょっと待って椅子重太郎くん重太郎くんどうしました？いや僕先に春より座ってたんですけどもう膝カーン行かれてよくないよちょっと良くないよこれこれこれさあじゃあスローモーションスローモーションでスローモーションスローモーションやってみよう再現はいスローモーションお願いします再現で終わったストップでバレーアウトやねえあれあれここはちょっと待ってスローモーションですここもスタッフさお前のわけやないかちっちゃい頃お前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 って頼むからきつい先輩後輩の関係見せるのやめてくれすっごい顔ハル君今大丈夫だいぶ詰められてるけど全然大丈夫ちょっとぐしゃぐしゃなってるのか大丈夫まあほんまに大丈夫です今のははい大丈夫だよつなげようお前やりようか意味やから瞬間が振りすぎるやろストップちょっと待って意味が分からんし意味が分からんあの地球と太陽みたいにかけるんですよめちゃめちゃだよおお。人かけてあれはいこれはということでおかしいのいやもちろん買ってほしかったんだけどシュンとお前さ座るとき椅子引いてこれもちょっと見たくなかったけどこのレッドチーム買ったクリームをしようとするときにカメラの前こんぱお見事でございました素晴らしい今日大活躍していや佐野キュンがすごいですよ今日はそうですねだって後ろ向いてその尻尾まだつけてるもんね尻尾取りの言ってよお前らマジ気に入ってよ